2023年に3期生も加入し、ますます盛り上がりを見せている桜坂46ですが、卒業がほぼ確実なのではと噂されているメンバーがいます。卒業が噂されるメンバーは、年齢や加入歴の長さからそろそろ卒業するのではと言われていたり、卒業後も芸能活動が続けられそうだからアイドルは辞めるのではないかと噂されているメンバーもいます。中にはミーグリで卒業をほのめかすような発言をしたことで心配されたメンバーもいます。そこで今回は2024年に卒業を発表しそうなメンバーを4人紹介していきます。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。上村里奈。2024年に卒業予定と噂されているメンバーの1人目は1期生の上村里奈さんです。上村さんの卒業の可能性が高いと噂される理由の1つ目は年齢です。桜坂46のメンバーはほとんどが20代前半で卒業している中、上村さんは現在27歳です。さらに上村さんは欅坂46の1期生として2015年にグループに加入しており、今年で9年目になります。2023年に3期生も加入しており、2期生の松田里奈さんがキャプテンになったり、選抜やセンターも2期生が中心となって活動しています。8枚目シングルの表題曲のフォーメーションが冠番組内で発表された際には2、3期生から構成され、1期生の選抜がありませんでした。このことに対して SNS では世代交代なのかなというファンの声が多く上がっていました。さらに今回センターに抜擢された山崎天さんがフォーメーション発表後のシングルテレビ CM で、私たちが新桜前線と発言していました。この発言により 2,3 期生による新体制が整えられているということではないかと憶測する人が多いようです。年齢や加入歴の長さに対しては AKB48 の柏木由紀さんのように30代まで17年にもわたり現役アイドルとして活躍するアイドルも現れています。しかし上村さんは加入後のブログにて、ダンス未経験&極度の運動音痴だと書いていたこともあることから、ダンスがあまり得意ではないようです。欅坂時代の冠番組ではどんどんダンスが難しくなって、それで得意じゃなくなったと吐露していたこともありました。桜坂のダンスは激しく難易度の高いものが多いため、ダンス未経験の上村さんにとってついていくのは大変なのでしょう。このように得意でなくなったという発言からも、グループの選抜に入ったりセンターを目指すということを諦めてしまっているのではないかと考えられます。2023年に行われたミーグリでは、リナさ、風吹かうくらいの時からやめそうって言われてるよねと話していたことをファンが SNS に上げていました。その後に、そんな卒業するの簡単じゃないんだよと話していたようです。他の1期生の卒業が続く中、卒業の決断をするタイミングなどを考えているのでしょう。卒業するのが簡単ではないという発言は、卒業を考えた経験があるからこそ出た発言だったのではないかと考えられます。上村さんの卒業の可能性が高いと噂される理由の2つ目はツアーでの涙です。サードツアー神奈川公演にてアンコールのラストの曲で上村さんが涙していたと SNS で話題になりました。さらに MC の際に、このメンバーでライブをできるのは当たり前じゃないということを話していたようで、上村さんが卒業するのではないかと噂されているようです。実際この涙に対しては上村さん自身も何の涙かわからないと話しており、気にしないで大丈夫だと話しています。ファンからは、心配、無理しないでね、舞台裏で何かあったのかななど、上村さんを心配するコメントが多く寄せられていました。長年の活動を通して上村さんにとって様々なことがあったため、卒業を考えているとしたら、いろんな感情が湧いてきてもおかしくありません。このことからも上村さんの中で卒業という決断は近いのではないかと考えられます。斉藤冬香。2024年に卒業予定と噂されているメンバーの2人目は1期生の斉藤冬香さんです。斉藤さんの卒業の可能性が高いと噂される理由の一つが加入歴の長さです。斉藤さんは上村さんと同様、欅坂46の1期生として2015年にグループに加入しており、現在9年目となります。バラエティ番組においても2期生中心に活躍を見せている今、少しずつ卒業も考えていることも考えられます。特に斉藤さんは桜坂に改名してからの選抜回数が1回であることや、ミーグリの売れ行きが乏しいことで、たびたび卒業するのではないかという噂が立っていました。世代交代の流れが来ている中で、選抜にもなかなか選ばれなかったり、ミーグリがあまり売れないことはモチベーションの低下にもつながるでしょう。斉藤さんの卒業の可能性が高いと噂される2つ目の理由は、そこ曲がったら桜坂卒業生編の DVD の表紙に斉藤さんが載っていたことにあるようです。表紙には卒業したメンバーが載っていたことから、ファンからも卒業フラグと言われてしまい、卒業するのではないかと言われてしまったようです。しかし斉藤さんは2021年に開催されたバックスライブでバンのセンターに立候補し、2日目のトリを飾ったり、カウントダウン TV ライブライブにて YOASOBI さんの怪物を踊るメンバーに選出されるなど、高いダンススキルを持っています。グループの中でもトップを競うダンス力の高さから、ライブやテレビパフォーマンスの際には卒業生のポジションを任されることもたびたびありました。
元メンバーの平手ゆりなさんからも、ふーちゃんは高弘先生の言ったことを忠実に守ってるよねと言われていました。もともとダンスを習っていた斉藤さんですが、ダンス経験者に多い独自の表現を多く取り入れないようにしていることを認めています。ブログでダンスの内容について解説したり、 MV の解説をしたりと、見ているファンにもダンスを楽しんでもらおうという気持ちが伝わってきます。そのためファンからも、選抜には選ばれてないけど縁の下の力持ちって感じがすると言われていました。欅坂時代にはアイドルとは思えないパフォーマンス力の高さでファンを魅了したグループだったため、一期生が作り上げたグループを途切れさせることのないように受け継がなくてはならないと考えているのでしょう。しかし、そんな斉藤さんだからこそ、立派に育った2期生や新しく加入した3期生を見て卒業を考えることもあるでしょう。1期生も残り3人となってしまったため、卒業する日も近いかもしれませんね。遠藤光。2024年に卒業予定と噂されているメンバーの3人目は2期生の遠藤光さんです。遠藤さんの卒業の可能性が高いと噂される理由の1つ目は2度の活動休止にあるようです。遠藤さんが最初に活動休止をしたのは2022年で、体調不良による活動休止だと発表されました。体調不良の内容については明かされていませんが、2度目の活動休止となった2023年に調子が戻ってきたタイミングでと思って昨年に復帰をさせていただきましたが、まだ本調子になるまでには少し時間が必要なようですと発言しています。この発言からファンの間でも精神面の不調なのではという声が多く上がっていました。遠藤さんは特技がダンスで、全国大会で準優勝して世界大会にも出場したというほどの実力を持っています。桜坂のダンスは難易度の高いものが多いため、遠藤さんのような実力のあるメンバーがいることはグループ全体のパフォーマンス向上にもつながるでしょう。ダンスの自主練習のためにスタジオを借りたり、ダンスのために睡眠時間を削るなどストイックに取り組むことも多くあったようです。一度目の活動休止の際も、お仕事以外の日にも次のライブや活動のことを考えて、これも出たい、ここは出たい、まだ頑張れるの連続でここまで来ていたと語っており、完璧主義であることがわかります。このような性格であるからこそ、自分を追い込んでしまい精神的に疲れてしまったことも考えられます。約7ヶ月間の休養期間を経て、現在は復帰を果たしており、少しずつ活動も再開していますが、このような性格であることから、次に何かあった時には突然卒業を発表してしまうのではと噂されているようです。遠藤さんの卒業の可能性が高いと噂される理由の2つ目は、他の2期生との格差にあるようです。2度の活動休止により活動できない期間があったことで、周囲のメンバーの活躍が目立ってしまっています。特に守屋麗奈さんや大園玲さんなど、これまで冠番組でも比較的おとなしかったメンバーが自分のキャラを見つけたことで人気が上昇しています。2期生はザ・タイムにレギュラー出演している松田さんをはじめとしたバラエティに強いメンバーが多く在籍しています。このようなメンバーたちの成長する時期と遠藤さんの活動休止の時期が重なってしまったことが、格差と言われる原因だと言えるでしょう。ファンの間でもスパッと卒業するんじゃないかなと心配する声が上がっているようです。遠藤さんの卒業の可能性が高いと噂される理由の3つ目は、元メンバーの羽生瑞穂さんの卒業です。遠藤さんの活動休止期間、羽生さんが電話や LINE をしていたようで、心の支えになっていたと話していました。遠藤さんと羽生さんは2人で買い物に出かけた様子をインスタグラムに載せたり、誕生日を祝ったりするほど仲が良かったため、支えてくれていた羽生さんの卒業は大きいと言えます。羽生さんが卒業を発表した時には遠藤さんが活動休止中だったこともあり、ブログが更新されていましたが、そのブログの長さにファンからも、本当に羽生ちゃんが大切なんだねとコメントが寄せられていました。ブログでは加入時に羽生さんから、光が推しメンだよと言われたことが自信につながり、いろんなことで孤独感を感じてしまう私に寄り添ってくれたと語っていました。この文章からも師匠と呼んでいた羽生さんをとても慕っており、信頼していることが伝わるでしょう。遠藤さんは羽生さんの卒業セレモニーの次の日のライブで復帰しています。今回羽生ちゃんのセレモニーは、羽生ちゃんだけが主役のものにしてほしいという思いから、卒業セレモニーの日に復帰しなかったことを明かしています。羽生さんの卒業セレモニーで一緒にステージに上がるために、この日に向けて復帰できるよう努力していたのでしょう。結果、セレモニー当日に一緒にステージに登ることはできませんでしたが、ステージ裏で直接感謝を伝えられたと綴っていました。しかし、このように精神面のフォローを行ってくれていた羽生さんが卒業したことで、近くにいない不安から精神面が不安定になってしまうのではないかと心配する声も多いようです。田村ほの。2024年に卒業予定と噂されているメンバーの4人目は2期生の田村ほのさんです。田村さんの卒業が噂される理由の1つ目はファンへの発言です。田村さんのファンが SNS 上でミーグリに参加した際に、また1年後に来るねと話し、いるかなと笑っていたことをアップしました。
この内容を見た他のファンからも驚きの声が広がり、卒業するのではないかと噂が広がったようです。さらにブログの更新頻度が高まったことや、ブログで他のメンバーとのツーショットを多く載せていたことからも、卒業が近いのではないかと言われてしまう原因になっていたようです。もし卒業を考えていない状態であれば、そのような発言はないと言えるため、卒業について運営側と話し合っていたのではないかと考えられます。田村さんは人気メンバーなだけに、卒業に対してもファンも敏感になっているため、何かあると卒業を心配する声が上がりやすいと言えます。実際のところ現在までに田村さんが卒業するという発表はされていませんが、この発言から田村さんの中では卒業も視野に入っている可能性が高く、発表する日が近いことが考えられます。田村さんの卒業の可能性が高いと噂される理由の2つ目は、4枚目のシングル「さみだれよ」の並び順によるものです。さみだれよのアーティスト写真では、右から尾関里香さん、渡辺里沙さん、原田葵さん、菅井優香さん、関由美子さんと卒業を発表した順となっていました。この時関さんの隣にいたのが田村さんだったことから、順番的に次は田村さんが卒業を発表するのではないかと思われてしまったようです。さらに桜坂46サードツアー2023千秋楽が田村さんの地元である大阪になっていたためにより、噂が広がってしまったようです。実際のところファンが不安に思っていた卒業発表はなく、偶然であったと言えます。田村さんの位置に他のメンバーが立っていたとしたら、他のメンバーに卒業の噂が立っていたでしょう。とはいえ田村さんは現在25歳で、2期生の中では最年長メンバーです。アイドルの卒業年齢は20歳前後と25歳前後が多いという統計データが出ていることから、25歳である田村さんも例外ではないでしょう。田村さんは現在そのルックスの高さとスタイルの良さから、美容雑誌ヴォーチェのレギュラーモデルとしても活躍しており、 TGC やガールズアワードなどのランウェイにもたびたび出演しています。さらに現在は卒業していますが、ラビットの水曜レギュラーとして出演するなど、マルチにわたって活躍しています。そのためグループを卒業したとしても活躍できる可能性が高いため、卒業しても大丈夫だと決断することも考えられます。しかし田村さんは表題曲で1回センターを務めたこともあり、人気メンバーの一人であるからこそ、田村さん自身だけでなく運営側も卒業に関しては慎重になっていることが考えられます。今回は2024年に卒業を発表しそうなメンバーを4人ご紹介しました。3期生も加入したことで世代交代の風潮が現れているのも事実ですが、1期生がいることで伝統を残すこともできていると言えます。モデル活動やバラエティ番組など、グループ活動以外にも多方面で活躍するメンバーが増えているため、卒業後もテレビや雑誌でその活躍を見ることができるのではないかと考えられます。メンバーがどのタイミングで卒業を発表するかは分かりませんが、ファンとしてはメンバーの決めた道を応援したいですね。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。